どうもこんにちは。というわけで前回グレートベイの神殿を見事攻略しまして、でそのグレートベイの神殿を攻略した後にカーフェイとアンジュイベントというものをやりましてね、もうこれが素敵なもんでして、でそのカーフェイとアンジュイベントをしている時に手に入れたお面を今からちょっと紹介してみたいなと。まず一つ目カーフェイのお面で、二つ目がキータンのお面、バケキツネキータンのお面、これでキータンとも話せる。このキータンというのがサトシの肩にでも乗ってる可愛い子ちゃんのことなんでしょうか。で3つ目がポストハット、これねポストマンから直にいただくことができました。で4つ目がこのガロの面、このガロのお面がですねこれから先重要になってきます。あのグレートベイの神殿をクリアして、グレートベイの海岸をクリアしまして、で次行く場所はロックビルイカーナの渓谷というところなんですが、このガロのお面がないと進むことはできません。このガロのお面を手に入れるには傲慢トラックというお馬さんパカパカしてるおじさんたちにエボナさんで走り勝たねばならないという条件がつきまといます。で最後の5個目が夫婦の面、愛し合う2人が夫婦になった証、かぶると人々の心を和ませる非常に素晴らしいお面です。というわけで今からクロックタウン東門から飛び出てイカーナ渓谷というところに行かなければなりません。振り返らず走れ。さて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 、こうボムチューさんがすごわー、こっからですねエポナさんを呼び出さなければなりません。来い豪天エポナ。でここでキキーッと止まる。ん、いお前さんこんなところで何してる。この先のイカーナの丘はこの世に恨みや未練を残して死んでいった魂のさまよえる地、今も魂を救う者を求めてさまよっている。残念だがお前さんのようなものが来るところではないな。でもどうしてもというのなら、さまよえる魂の面、にゃみ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 ゃ、魂の宿る面を手に入れることだ。牧場あたりでイカーナの忍者のお面をかぶって悪さをする者がいる。行ってみるがいい。その面がなければ奴らの魂を救うことはできないよ。それまでここを通すわけにはいかないな。というわけでここで役に立ってくるのがガロのお面。いきますよ、ガロのお面を装着。お前さんいいお面をつけてるね。それは血塗られた歴史を持つ丘の上の城で隠密活動をしていた忍者の狩猟のお面だな。そいつで今もなおさまよう奴らの魂を呼び出せるかもしれないな。お前さんこの先でさまよう魂を救ってやっておくれ。プル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 ン、静かに消えていった。エポナさんから降りてフックショットであの枯れ木にぐる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 。さあここからイカーナの丘、ここでもエポナさん、うお、エポナさん、エポナさん、ゴーテン来たか。あれちょっと待って待って、わーエポナさん、エポナさんの姿は確認できない、確認できない。四方八方手裏剣確認しましてもエポナさんの姿はなし。これは自分の足で行かなければならない。いた、ジャストミート。危ない、ちょっと待って、とんでもない岩石が落ちてくるんですけど頭の上から。ゼルダの伝説史上ここが一番危ないんじゃないか。よし、イカーナ渓谷。ああの人は、この人はまさかカーフェイとアンジュイベントを動画で出しておりますので、お暇な方はどうぞ。この人が待って、えらいもう悪どい悪党さんで、何してんのお兄ちゃん。いい剣持ってるね、やっぱり武器はそれくらい立派じゃないとね。川向こうのイカーナの村だけど、最近おっかねえ狩猟がわんさか出てね。なんでもイカーナの王家の亡霊とかなんとかよくわかんねえけどね、もう住めやしねえんで引っ越してきたんだ。へへ、今は物好き親子が亡霊の研究とかしながら住んでるだけさ。それにしてもいい剣だね。ちょいと見せてくんねえか。ダメ、あそう取られちゃう、下手したら取られちゃう。でこっから先が谷の向こうイカーナの丘、タコに注意。よしよしよし、タコに最中、おっと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 、このタコさんは氷の矢で、あちょっと待てよ、弓矢も、え親方様お呼びで、え呼んでないけど、ん貴様何やつ、すぐバレた。あ、こんな人と戦ったな、懐かしい。両手持ち、炎から出れる。ああ、とっとっとっと。強くない？
ガロって言ったわね。あの鋭い剣さばきを防いでかわすことだけ考えなさい。え、ちょっと待って、あー白鞘ないぞ、攻撃してくる。ちょっと待って、落ち着けよ落ち着けよ。金と防いで、防いだ時に攻撃できる。 OKOKOK、 なるほどね。おっとっと、よいしょ、あともう一回ぐらいで、ここスパ、む、無念なり、敵ながら見事であった。最後に我が心、これはフラットという音楽家の霊がイカーナの墓地に眠っている。ここイカーナにはその兄シャープがいると聞く。信じる信じないはお前次第。死して屍残すマジ、それが我らガロの掟。ここらに漂う殺気は今のやつが出してたのね。まだ他にも仲間がいそうだわ。今みたいにおびき出して情報を聞き出したら、それもいいかもしれません。弓矢と魔力、これだけあったら十分だぜ。このタコさんを、うっ、やばい、うわ、凍らしましたか。手前をまず凍らすのはいいんですけど、奥の方を凍らしてからの方が良かったな。で、これが溶ける前に、うー、なかなか難関だったな。で、この先に行くと、また枯れ木が、おっと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 、枯れ木があるんですよ。フックショットを多用していきましょう。まずはここ。ギル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 。で、お次は目の前。こっちです。で、さらに、こっち。で、この上に行くと、イカーナの村かな？イカーナの村。で、ここ、バサバサバサ、バサバサバサ。カーフェイとアンジュイベントをクリアするときに、ここ、ショートカット作っておきました。オーケーオーケー。さてさてさて、ここがイカーナの村というわけなんですが、お？親方様お呼びで。あ、すぐバレる。貴様何やつ？これで最後だ。無念なり、敵ながら見事であった。最後に我が言葉、言葉で詰まっちゃう。イカーナの丘の干上がった顔を蘇らせるには、湧き水の洞穴に行ってみることだ。信じる信じないはお前次第。死して屍残すまじ。ここが干上がった川らしいんですよ。これ何かがあった形跡がありますでしょ？で、看板があるから。イカーナ城正門、いかなる方法をもってしても封印された門は開かない。開かないんですか？こっちがイカーナの城。血塗られた歴史を持つイカーナの城の正門というわけ、また出てきた。はい。無念なり。最後に我が言葉、心して聞け。水車のある家では水車を回して何かをしようとした形跡がある。だが今は川が干上がって水車が回らなくなっている。信じる信じないはお前次第。死して屍残すマジ。ふむ。こっちにもなんかホラー穴みたいな、こっちにもなんかホラー穴みたいなところがあるけど、ここはちょっと後回しにしておくか。さてさて、水車があるお家と言っておりましたが、リーデットさんがこれ、無法地帯、放し飼いにされている。ちょっとこの人たち怖いの俺。もう来たよ。リンクさんとんでもない、あられもない姿。水車、水車、あ、ここが水車のある家か。ちょっと入ってみよう。入ってみよう。入って。入ってどうぞ。ちょっと待って。玄関先にリーデットさんが居座ってるんだけど。はい、バレないように、バレないように。よし。私の家に近寄らないで。お父さんはあんたたちの仲間なんかじゃない。入れなかった。で、チンクルさんがぷかぷか浮いてる。なんか和むな。今お金がないから、この人はまあ、基本的に地図を売ってくれるんですが、今ちょっとお金がないから、撃ち落とすのは後にしておいてやろう。イカーナの村を結構こう、じゃあ、かなり探索しなければならないということなのか？また看板がありますよ。吸い寄せられるように看板を見る。幽霊小屋、さまよえる魂を用意してあなたのお越しをお待ちしております。どういうことだ？コウモリさん。幽霊小屋。あ、これさっきの人じゃない？さっきの人だ。この地方にあったイカーナの王国は血塗られた闇の歴史を持ち、今もこの世に恨みや未練を持った魂が集まりしところ、ここにいる奴らは自分たちより強いものを求め、未練を残して死んでいった魂の塊。今のお前さんでは無理だが、疲れを取って腕に自信がついたら、
このさまよえる魂を救ってやっておくれ。いい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 さまよえる魂というのはこの奥か。あ、これ時のオカリナでもこういう人たち見ませんでした？ちょっと可愛いですよね。さて、イカーナの村、ここは幽霊小屋だったと。お、またお前か。干上がった川を蘇らせるには湧き水の、さっき聞いたこれ。さあ、こっちは看板看板。湧き水のホラー穴、亡霊出没につき立ち入り禁止。亡霊出没とな、行ってみようか。わあ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 。正気が渦巻いてるんじゃない？ちょっと待って、物騒。死者のみが住まうち、イカーナ王国に何の用だ。ここはお前のような性に満ちた者の来るところではない。それとも死者の仲間に入りたいとでも言うのか。それもよかろう。ならばこの偉大な作曲家シャープ様の奏でる暗黒のメロディーで安らかに眠り死者の仲間入りをするがいい。ちょっと待って。わっ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 、ダメージ食らってる。ガロの面、ガロの面。ちょ、あ、もうこれダメ、ダメよ、ダメよ、これもうダメよ、これもうダメよ。あ、あれ、どうなった、また出てくる。私にはお前のことが手に取るようにわかるぞ。懲りない奴め、よほど死者になりたいと見える。またか、またか。ちょっと待って。この人弓矢で倒せるんじゃない？はい。これ飛んでるんですもん。弓矢当たらない。マジか、マジか。どうしよう、どうしよう、どうしよう。三度目の正直。私にはお前のことが手に取るようにわかるぞ。ちょっと待って。やべ、無限ループって怖くね？でよ。これどういったところだったんでしょうか？先ほどのところ、イカナ渓谷。これは何やら不吉な予感がビンビンします。それでは今回もご視聴ありがとうございました。失礼します。プチュン。